keep on shining, shining. 輝きを keep on shining, your eyes. Keep on shooting, shooting. 解き放て keep on shooting.天空樹に登ったシラトたちはインドラによって石化されたビシヌを一刻も早く救出すべく天空殿へと向かっていた。一行の前に立ちはだかった銃が三人衆の一人、豪山ゼミ王トライロー。その恐るべき力の前にシラトは人間界に戻されてしまった。さらにその魔の手はレイガとラクシュにも迫った。しかしシラトは失われた天空界での記憶をようやく取り戻していた。涙の決意、さらば地上界。オンシュラソワカ、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 オンシュラソワカ。ダメだ。どうしたらいいんだ。教えてくれ。どうしたら。シュラトメ、どうやら好きな女子でもできて迷っておるんじゃな。何笑ってんのおじいちゃん。いや、青春青春、春爛漫じゃて。春爛漫ね。誰だ。あたし。なんだお前かよ。なんだとはご挨拶ね。誰だと思ったのよ。いや別に。春あ？爛漫。何言ってんだお前。別に。そうだ、お兄ちゃん、ショッピング付き合わない？ショッピング？悪いけど気分じゃねえんだ。そっか、残念。くよくよ悩んでる時ってさ、結構ウィンドショッピングなんかうさばらしになんのよね。一人で行くわ。オンシュラソワカか。お前は今何をしてるんだ。お兄ちゃん。なんだよ、結局ショッピングなんかしなかったじゃないか。え？ウィンドショッピングって言ったでしょ。それに外に出るのって体にいいんだよ。そっか、体にいいのか。そう。ありがとう。お兄ちゃん変だよ。うまく言えないけどさ、変だよ、おかしいよ、ちょっと。そっか、おかしいか。うん。ラクシュ、レイガ、リョーマ、ヒューガ、ガイ。あっ、かい。帰ろうか。うん。オンシュラソワカ、オンシュラソワカ、
オンシュラソワカ、オンシュラソワカ。ねえ、いつもならもう立ち直っちゃってるはずなんだけどな。だから恋じゃ春爛漫じゃて。そうかな。こういう時はやはり年寄りの出番じゃ。はるか昔わしにもああいう時があった。おじいちゃんにも。嘘。いや本当じゃ。タバコ屋の梅さんじゃろ、そば屋の米さん、それに団子屋の絹さん、いやそれから、じゃろ、そしてお前らのおばあちゃん。やるもんだ。ねえ、うん、水穂屋のところてんがあるんじゃが食うかな。うん。やっぱここの最高、うまいや。よく稽古の後でじっちゃんに奢ってもらったっけ。武道館決戦の前の日にも買ってきてやったじゃろうが。ああ、うん、そうだった。俺は天空界に行かなかったことになってるんだ。俺がまた天空界に戻るってことは、じっちゃんや他のみんなと永久に会えなくなるかもしれないってことだ。あげない。まあ良いではないかい。ビに腕を上げおった。じっちゃん、俺ちょっと出てくら。うん。一人で歩いてみてんだ。え、女子じゃ、やはり女子の悩みじゃ。シュラ王はあのまま人間界で愚かな一生を得るのだ。戻ってきて、お願い。祈りがよい、祈りが愚かと知るがよい。ビシュヌ様が石化されてしまった今、奇跡でも起きない限りシュラとは戻ってこれないのか。お前たちの命ももらい受けるぞ。なかなかやるじゃないか。まだまだ、これからが本番さ。おーオンカルナ・ソワカ。カルナ王レイガ、ジャハッライコーダー、アウマツ3万ドン、マカカルラ・ソワカ、カルラ・ハネフムキ、トライローの動きが鈍いようだ。無理もあるまい。あれだけの霧を張り、しかもシュラ王を人間界に戻してしまったのだ。トライローとしてもあの術は己の全走馬を使い果たすほどのもの。そんな状態でも笑いながら戦うとは奴らしい。戦いはあくまでも美しくあらねばならぬというわけ。邪発雷光弾。またじゃ。最近滅法地震が多くなったわい。ただ今度はのはかなり大きいぞ。わしは苦手なんじゃ。ビシュヌ様が石化されたんで、天空界だけじゃなくこっちもおかしくなっちまってる。くそ、早いとこ戻らねえと。でもどうやって。畜生、オンシュラソワカ。
天空海に必要とされていないのか。オンハンドルネム死んだがのジーバーウーピシュル様。オンハンドルネム死んだがのジーバーウーオンハンドルネム死んだがのジーバーウーシュラト。シュラト、な、いい加減に、おなごのことでうじうじ悩むのは予算かい。おなご、何わけのわかんねえこと言ってんだよ、じっちゃん。お前、試合の最中に綺麗なおなごがどうたらこうたら言うとったじゃないか。違うよ。いや、言うとったぞ。あれはね、いや、大体じゃな、親友で良きライバルのガイ君が試合の途中忽然と姿を消したっちゅうに、まあお主はその最中に女子の姿を見たのなんだった。まあ嘆かわしい。そんなに女子のことが気にかかるならば、その女子のところへ行ってくるがよかろう。そして己の気持ちをはっきりさせてくるがいいんじゃ。じっちゃん、うん、どうしたんじゃ。俺行ってこい、シュラト。じっちゃん、俺帰ってこないかもしれない。何、その女子と暮らすというのか。違うよ、俺ガイの居所を知ってるんだ。何、本当か。なあ、なぜみんなに知らせてやらん。二人だけの秘密なんだ。なあじっちゃん、俺もガイのところへ行きたいんだよ。いいかな。修行のためか。もうだけど行ったらもう何年も帰ってこれないかもしれない。そうじゃったか。よく聞くのじゃ、シュラト。男子たるもの修行に終わりはない。たとえ何十年かかろうと、己の生きる道は一つ、信じた道を進むんじゃ。じっちゃん。おい、そうじゃ、シュラト、我が日高自然流の極意を教えよう。日高自然流の基礎は木にある。木。そうじゃ、気じゃ。一瞬にして気合を頂点に持っていくのじゃ。くわー、かかってこい、シュラト。もう何やってんのよ、二人とも。この世のすべてのものは気を発しておる。月も草も水もじゃ。それらの気を己の体の中に取り込めば怖いことなどない。これが日高自然流の極意じゃ。日高自然流の極意か。そうじゃ、シュラト、覚えておいて損はないぞ。みんなにはわしからうまく言っておく。じっちゃん、二人で何やってたのよ。おじいちゃん、ドッタンバッタンうるさいんだからもう。男じゃ、男の生き様についてじっとんな。またわけのわかんないこと言って。この世の中すべてのものが気を発しているか。どうしたのよ。なんかこの頃変よ。怖いわ。この人間界を救うためにも俺は天空界へ戻らねばならないんだ。それが日高修羅人ではなく、修羅王修羅人としての俺の生きる道だ。しかしどうやって。オンハンドルジンバン。そうか、じっちゃんの気と同じことなんだ。天空界へ戻るには自分の相馬だけじゃなく別の相馬の力を取り込めばいいんだ。ビシル様の相馬だ。お兄ちゃん、父さん、母さん、それにじっちゃんを頼むぞ。俺は戻らなくちゃいけないんだ。戻るってどこへ。ここがお兄ちゃんの家じゃないの。元気でな。みんなが待ってるんだ。お兄ちゃん。
みんな。全てはこっから始まったんだ。感じるぞ。俺とガイを天空海へ転生させた時のビシュヌ様のソーマがまだ残っているの。オンハンドメイシンダマナジンバラウンオンバラガハンドメイハーン。これが天空海への道だ。再会を喜ぶのはまだ早いぜ。捕らえろ。この術が破れた今、勝負は決まったぜ。長幕三番ダーボダナンアビラン剣ソワカ、シュラマッハケトライロが最後に描いた芸術だ。シュラ王シュラが自らの強い意志で天空海に戻ってくる。奴こそ八部衆の要になる。インドラ、お主どこまであやつのことが分かっているのか。答えぬならそれもよいわ。この不動明王アカラナータの前にはあやつの力とて知れたの。待っていろよインドラ、シュラ王シュラトの首必ず持ち帰ってやる。シュラトー、
せよせったら。おい、だって嬉しいんだもん。ダクシの愛が通じたんだもん。キキが。せっかく人間界に戻れたのにね。いいのシュラット。あ、よく戻ったな。俺の力だけじゃないさ。そうよ、シュラットだけで戻ってくれるわけないわよ。愛の奇跡よ、愛の。だそうだ。おーい、おやおや、何もご存じないのんきなお二人さんがやってきたぜ。おーい、何してんのよ二人とも。大変だったのよ、シュラットがね、人間が。おっと、二人だけの秘密。ま、楽勝。じゃあね。あたしもいたりしてい、へ、なんだあれは。だいぶ腕を上げたようだ、シュラオ。ガイ。3人衆もいよいよ最後の一人だ。一気に肩をつけてやるぜ。でもその最後の一人、不動明王アカラナータの強さは波じゃない。 くそ、俺の修羅魔覇権を受けてみろ。な、何バカな、なぜアカラナータのやつも魔覇権が打てるんだ。次回、天空戦記修羅と奪われた必殺技オンシュラソワが。